雪が残っているのかもしれません。近くにも多分ね、ふるさとをね、移動前に移動してるかな、おふくろどうしてるかなと思って電話にかかってきたら、特殊詐欺やったりしてね。僕も私は私って電話かけてたら、ちょっと違うかなと思ったら、息子のような、娘のような、お金あるからちょっとしかないけど、僕って言ったらもう、なんかそんなことがね、職業にしてるというのがね、怖いですね。しかも最近は外国の方が、日本の高齢者を狙って、職業にしてるんです。だから、放電とかね、アポ電とかかからないようにしてくださいね。特にお金のある人は気をつけてください。お金のある人は気が優しくて心が緩いですからね。皆さん気をつけてくださいね。芸能界の方もパフィンギャラも桁が違いますから、借金もね。
日立が多くなんですね。見たことない金額が借金でね、それ返されるってことですね。もうそういう世界が幸せかどうか分かりませんけど、まあ、一人ごとはベストしまして、なぜなぜ春が来ましたって、春が来たって言いました。次は春でしょ。ね、キャンディーズ。これは何年だったかご存知ですか？53年って書いてるよ。1976です。ありがとうございます。キャンディーズが出た時にね、私はびっくりしました。ああ、こんな時代、こんな子供たちが3人で歌うんだなってね。名前知ってますか？キャンディーズは知ってるけど名前は知らん。知ってる、スーちゃんとスーちゃんとミキちゃんね。はい。あ、もう立派に女優さんになってる人もいるよね。もう最近出てくるかもしれませんけど、はい、そんな時代を思い出しながら、ちょっとテンポが早いですからね、頑張っていただくことで、oh
このスクリーンは後ろからは見えませんので今何が映ってるか私は見えないです。隅田川のハードウェイの風景が、ね、出てると思いますが、昔っていうかそう、ね、何年ぐらいかな前まででもみんなどこの川に行ってもこういうねちょっと大きい川こういう川でしたね。安川も姉川も木野川も、ね、坂戸木川もずっとここまで全部こんな感じだったんですね。ところが今はコンクリートにきちっと仕切られましてお宅も住めないし、隅田川のこの辺りは全部今、ね、高層の建物ばっかりで船はちょっと船がありますけどね、まあ、こんな風な白年さんが作った遺体はこんな感じだったのかな。この方はあの工場の時でも有名ですけど、なんと亡くなったのが23歳で、早くに亡くなってそうですね。そういう人がもっと今風に平均86歳とかだったらもっとたくさんね、ユニター作ってくれたんですけど、なかなか思いを得ないですね。はい、それではね、昔お出したのが竹田さんの花ですね。でこの歌はあの最後の3番目に眺めを何に砂糖べきっていうところにフェルマータが1個入りますんで、皆さん好きな歌ですよ。何No.
「
ですか。